離婚しない男、始まりました。離婚というテーマの中にものすごく知識が込められてます。最近男の人の嫉妬っていうのは奥さんにも向けられる、不倫男にも向けられる、感情を抑えきれないというところまでよく描けてました。そして何よりも最近子供への執着がすごい。父さんが子供の親権を取りたいっていう人多いですよ。その中で不倫をしてたとしても親権とは関係ありません。子供の幸せ考えた時にお父さんがひどくて新しい男性の方が子供奥さんも幸せにしてくれるっていうことだったらいけないことではないんじゃないかっていう考え方も出てしまう時代です。そして母性優先の原則、お母さんが産んだのだからお母さんといた方が子供は幸せなんじゃないかという考えが今でも裁判所の中にあるということです。お父さんが親権が取れる確率っていうのが 10% と言われてます。この 10% を多いと見るのか少ないと見るのかっていうのが印象的でした。ゼロじゃないんだから頑張れってましたけども、どちらが子供を幸せにできるかっていうところで裁判官が最終的には決めるんですけれども、このドラマでお父さんが親権を取りたいっていうのを離婚カウンセラーの岡野としてはとっても楽しみです。